今回は3月19日に新統治をした戦記外国兵団を紹介するの。効果は敵の知力マイナス4の約22カウント自身の磁気プラス 0.75 長時間敵の知力を下げられるからダメージ計略との合わせや攻撃速度の低下が可能。ぶつかり合いの前に使うことで相手の知力依存が高い計略の効果時間を下げることもできる。発想力次第で無念の可能性を持つ戦記、今後 H 計略が増えればメタにもなるかな。今回は指揮力で広範囲のダメ系を打てる孫漢との合わせで起用してみたよ。まぐれ勝ちはない。騒ぐことではない。嫌な予感。今度は負けねえぞ。して開幕は孫漢がなかなか出られず痛い一発をもらってしまった。波が来たな。目が見えぬ。これが俺の全力だ。死んだふりバレたか。波乗りだ。流派発動。一の型避けないと大変ですよ。ここの指揮交換はシャキシャキで美味しい感じになりそう。絶対に戻ってみせる。危険は去ったのです。一生懸命やっておりますよ。勝ちがたい時は引くまで。騒ぐことではない。黙っていろ。冗談だろ。撃ちなさい。助けてくれ。大軍を恐れるな。撃ちなさい。日本の波に乗れるのは一人だけだ。行くぜ。大波に乗るぞ。流派発動。三の型撃ちなさい。嫌な予感。死んだふりバレたか。絶対に戻ってみせる。流派発動。二の型引き上げますか。くらえ。そんでちょっとここ注目。冷血対戦では騎馬の初速鳴撃は速度 110% から発生。お相手の戦機の装備は速速兵やったから部隊が離れた瞬間に槍の反転を置けば迎撃を狙うことができるよ。剣は去ったわ。
今度は負けねえぞ。一生懸命やっておりますよ。許可する。クオン分子を排除せよ。天気解放。さあ行ってくれ。軍略に達する者よ、俺に挑め。冗談だろ。撃ちなさい。大波に乗るぞ。このカウントで全員城に戻ったから時間かな。糸を汲み取ってなるべく早く落城しようと思うよ。俺が許可する。クオン分子を解除せよ。とりあえず今回は2試合やるね。これ以上ないくらいダメ系が通らないけど、向上速度を遅らせる効果もあるから基本プラン通り外国兵団を選ぶの。見えておったわ。ジオ、すまない。おりゃん。ジオ、何を知りたいのですか。まぐれ勝ちはない。わしは所詮わきやんか。一の方、復活せよ。天下へと導く計略を。
盤の方。あと少しで。勝ちがたい時は引くまで。鎧を着せてくれ。大軍を恐れるな。奥と見るほどぞ儚きともすれば。そのまま強き力になる。勝ちがたい時は引くまで。流派発動。三の肩。そのまま強き力になる。流派発動。二の肩。天気戦いはここから本番よ。地と哀れ。ごめんなさい。無駄な抵抗はやめよう。ゼ
落ちろ落ちろ。軍略に達する者よ、俺に挑め。わしは所詮わきや。さっきの噛み合いがちではあるけど、この相性でワンちゃん作れたのは上出来かな。ご視聴ありがとうございました。